はい、皆さんこんにちは、もち TV です。今回もウィニングルバブ2018やっていきたいと思います。ということで今回はですね、もう夏休みということでですね、はい、おそらく今日がね、終業式とか休みがもう今日から始まるっていう人も多いと思うんですが、来週ねおもちゃ TV の方は、まあ、ICC の、イベント、はい、とかが来るんじゃないかなみたいな感じで思ったりとかしてるんですけど、今回はですね、まあ、夏休みにウィニングイレブンが、まあ、去年、うん、ウィニングイレブンアプリ2017でやってた、まあ、イベントがあるんですけど、はい、まあ、今年も何かしらそういう、まあ、夏休みにね特別なイベントが来るみたいな去年あったんで、はい、今年もなんかそういう特別なイベント、まあ夏休みだからみたいな感じで、発生していた特別なイベントがあるんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、去年どんなやつが来たのかっていうのをねちょっと今回、紹介して、はい、まあ、せっかくねワールドカップとか、うん、最近始めた方も、結構多いと思うんで、はい、まあ、去年夏休みにあったイベントっていうのはこんなんありましたよということで、まあ、今年もねそれに近いものがあるんじゃないかなと期待しつつ、うん、ちょっと見ていければというふうに思います。はい、はい、ということで去年来ていた、イベントなんですけど、そちらの名前がキングオブヤングスターズというイベントですね。こちらが、来ていた時期が8月の10日の木曜日から8月21日の月曜日といった感じで、うん、結構夏休みでも、まあ、今から夏休みだとしても、はい、あと2週間ちょっとはあるんですけど、うん、まあ、大体8月のそのぐらいの時期に来ていたイベントがあったと。そうですね。でそれまではその1個前は何かっていうと、この前おもちゃ TV が、ね、紹介した ICC のイベントが来てて、はい、でそんな感じなんで、まあ、時期としては ICC の次みたいな感じのイベントだったんですけど、これがなんだろう、コンピューターとやるツアーイベントだね。そう、ランキングツアーイベントですね、こちらが、うん、こちらはですね、なんと上位に入賞すると、ウィファーチームオブザイヤー2016の選手であったりとか、ブラックボールの選手は必ず獲得できるスペシャルエージェントなど、豪華報酬をもらえるイベントとなってますね。で、まあこのキングオブヤングスターズの、はい、まあ、イベントなんですけど、まあ、これのポイントとしては、まあ、まず普通のツアーイベントっていうところが1個あるんですけど、はい、まあ、これイベントの説明ちょっと見てもらうと分かる通り、ランキングツアーイベントということで、はい、コンピューターとやるんだけど、まあ、TP がもらえるじゃん、うん、コンピューターとやると TP もらえるけど、その TP でみんなと競う、はい、要は他のユーザーの人とどっちの TP 多くなるか、うん、今までだと5万 TP 貯めて終わりとか、はい、まあ、5万 TP 以上もいけるんだけど、うん、でその TP の多さで人と競うっていう感じのランキングツアーイベントというふうになってるんで、はい、まあコンピューターを多く倒して、ランキングの上の方に行こうみたいな、うん、ランキングのツアーイベントというのが来てたんですが、はい、まあ、これがですね、まあ普通に上位入賞とかユーザーの中で、何番目から何番目だとこれもらえるよみたいな、うん、その別途で報酬があって、はい、まあ、ツアーイベント走るだけでそのいつもの報酬みたいなのもらえるんですけど、うん、別途で、そういった、例えば去年とかだとまだあのウェファーチームオブザイヤー、はい、2016の選手、うん、これも黒角ですね、はい、とか、まあ、ブラックボールの選手が獲得できる、スペシャルエージェント、はい、まあ、これも黒角なんですけど黒角のやつが2個ゲットできたりとか、うん、したと、言った感じの、まあ、ランキングツアーイベントが来てたよと、はい、言った感じなんですけど、まあ、全体のウィーレアプリの中のユーザーの中で1位から100位になると黒玉が2つゲット、はい、去年はすることができました、うん、去年のイベントはね、まあ、今年あるか分かんないけど、うん、あるか分かんないんですけど、まあ、去年はそういうのが、でさらに、101位から1000位かな、うん、これでも、まあ、黒角、ね、あの2つ TOTY 2016と黒角ですね、うん、だからまあ黒玉の選手が2人獲得できるみたいな、はい、うん、1000位までそういうのがありましたね、はい、まあ、1001位から3000位だと TOTY だね、 TOTY 2016のガチャが1個とここから金閣が2個になるね、まあ、TOTY っていうのは、まあ、よく分かんない人もいると思うんですけど、うん、要するに簡単に言うとあの黒角みたいなもんです、はい、あの黒の選手が1個出るみたいな、まあ、決められた11人ぐらいの選手の黒の中で1個選手が来るといったガチャですね、はい、まあ、そういうのがあるんで、まあでも3001位から8000位でも8000位まででもそういう黒玉の確定というか、今その TOTY が来てたんで結構な人が2万5000位までも引けると、5万位まで引けますね、黒角が、うん、5万1位からだとあの金角になっちゃうんで、5万位まで入れば、誰でも1回は黒角が引けたとっていうランキングだったんで、イベントになってたね、まあ、これによって入れる入れないみたいなのはあると思うんですが、うん、
まあ普通にツアーやるだけで金閣とか、あの普通にスペシャルエージェントで金のやつがいっぱいもらえたりとかするんで、このツアーイベント走るっていうのは、まあ完全にお得だったっていう、まあキングオブヤングスターズっていう、まあランキングツアーイベントが来てたんですけど、まあ今回もね、ちょっとそれに期待したいなと。まあ、ICC が来て終わるんだったら、まあこういうのも用意してくれると、まあありがたいなといった感じで、あのこの前のね、その去年のランキングツアーランキングツアーイベント、はい、キングオブヤングスターズだと、うん、一応おもちゃ TV は25番、そう、最終順位が25位だったので、一応だから1位から100位まで入ったということで結構引けたね。去年はこんなのは来てましたね。はい、はい、でまあ、 あの黒玉確定のボールとかもしっかりゲットすることができてみたいな、うん、あとはまあこのヤングスターズみたいな感じで出てるんで、まあボックスドロー、それに関連するイベントのボックスドローとかも、はい、出てたりとかしたんで、まあなかなか夏、8月10日からかな、から21結構楽しめた、はい、感じであったので、まあせっかくね皆様夏休みで、まあ普通にゲーム触れる機会も多いと思いますし、はい、まあこういったね、うん、激アツなイベントというかランキングツアーイベント形式、こういうのもねやってほしいなと、うん、言った感じで思いますね、はい、まあ、なんで来週、おもちゃ TV が言ってたあの ICC が来るのか、はい、そしてその次、うん、こういった、まあ、キングオブヤングスターズみたいな去年の、はい、ランキングツアーイベントが来るのか、はい、まあ、結構楽しみなんですけど、うん、まあ、皆さんもね、去年やってる方とかいれば、はい、ぜひぜひコメントに書いてもらって、まあ、今年どうだろう、まあ、来るのか、うん、まあ、どういった感じ、まあ、もしかしたらなんかその全然違うオンチャル形式のなんかそういった感じかもしれないし、それともなんかランキングのツアーのあれなのか分かんないけど、はい、まあ、新しいやつでも古いやつでも、うん、何かしら来てくれればありがたいなといった感じで思いますね。ということで、マジでしょう、さよなら。